駆け込み訴え。著、太宰治。朗読、ひとみれいな。申し上げます、申し上げます。旦那様、あの人はひどい、ひどい。はい、嫌なやつです。悪い人です。ああ、我慢ならない。生かしておけねえ。はい、はい、落ち着いて申し上げます。あの人を生かしておいてはなりません。世の中の仇です。はい、何もかもすっかり全部申し上げます。私はあの人の居所を知っています。すぐにご案内申します。ズタズタに切り裂いなんで殺してください。あの人は私の師です、主です。けれども私と同じ年です。34であります。私はあの人よりたった二月遅く生まれただけなのです。大した違いがないはずだ。人と人との間にそんなにひどい差別はないはずだ。それなのに私は今日まであの人にどれほど意地悪くこき使われてきたことか、どんなに長老されてきたことか。ああ、もう嫌だ。こらえられるところまではこらえてきたのだ。怒るときに怒らなければ人間の甲斐がありません。私は今まであの人をどんなにこっそりかばってあげたか、誰もご存じないのです。あの人ご自身だって、それに気がついていないのだ。いや、あの人は知っているのだ。ちゃんと知っています。知っているからこそ、なおさらあの人は私を意地悪く軽蔑するのだ。あの人は傲慢だ。私から大きに世話を受けているので、それがご自身に悔しいのだ。あの人はアホなくらいにうぬぼれ屋だ。私などから世話を受けているということを、何かご自身のひどい引け目ででもあるかのように思い込んでいなさるのです。あの人は何でもご自身でできるかのように、人から見られたくてたまらないのだ。バカな話だ。世の中はそんなものじゃないんだ。この世に暮らしていくからには、どうしても誰かにペコペコ頭を下げなければいけないのだし、そうしてほ一歩、苦労して人を抑えてゆくより他にしようがないのだ。あの人に一体何ができましょう。何にもできやしないのです。私から見れば青二歳だ。私がもしおらなかったら、あの人はもうとうの昔、あの無能でトンマの弟子たちとどこかの野原でのたれ死にしていたに違いない。狐には穴あり、鳥にはねぐら、されども人の子には枕するところなし。それ、それ、それだ。ちゃんと白状して嫌がるのだ。ペテロに何ができますか。ヤコブ、ヨハネ、アンデレ、トマス、コケの集まり。ぞろぞろあの人について歩いて、背筋が寒くなるような甘ったるいお世辞を申し、天国だなんて馬鹿げたことを夢中で信じて熱狂し、その天国が近づいたなら、あいつらみんな右大臣、左大臣にでもなるつもりなのか。馬鹿な奴らだ。その日のパンにも困っていて、私がやりくりしてあげないことにはみんな飢え死にしてしまうだけじゃないのか。私はあの人に説教させ、群衆からこっそり賽銭を巻き上げ、また村の物持ちから供物を取り立て、宿舎の世話から日常衣食の高級まで範を厭わずしてあげていたのに、あの人は
元より弟子のバカどもまで、私に一言のお礼も言わない。お礼を言わぬどころか、あの人は私のこんな隠れた日々の苦労をも知らぬふりして、いつでも大変な贅沢を言い、五つのパンと魚が二つありきりの時でさえ、目前の大群衆皆に食物を与えよなどと無理難題を言いつけなさって、私は陰で実に苦しいやりくりをして、どうやらその命じられた食い物を、まあ、買い整えることができるのです。いわば、私はあの人の奇跡の手伝いを、危うい手品の助手を、これまで幾度となく務めてきたのだ。私はこう見えても、決して吝嗇の男じゃない。それどころか私は、よっぽど高い趣味家なのです。私はあの人を美しい人だと思っている。私から見れば子供のように欲がなく、私が日々のパンを得るためにお金をせっせと貯めたっても、すぐにそれを一輪残さず無駄なことに使わせてしまって。けれども私はそれを恨みに思いません。あの人は美しい人なのだ。私はもともと貧しい商人ではありますが、それでも精神科というものを理解していると思っています。だからあの人が私の辛苦して貯めておいた流々の小金をどんなに馬鹿らしく無駄遣いしても、私は何とも思いません。思いませんけれども、それならばたまには私にも優しい言葉の一つくらいはかけてくれても良さそうなのに、あの人はいつでも私に意地悪く仕向けるのです。一度、あの人が春の海辺をぶらぶら歩きながら、ふと私の名を呼び、お前にもお世話になるね。お前の寂しさはわかっている。けれども、そんなにいつも不機嫌な顔をしていてはいけない。寂しい時に寂しそうな面持ちをするのは、それは偽善者のすることなのだ。寂しさを人に分かってもらおうとして、ことさらに顔色を変えて見せているだけなのだ。まことに神を信じているならば、お前は寂しい時でもそしらぬふりをして、顔をきれいに洗い、頭に油を塗り、微笑んでいなさるがよい。わからないかね。寂しさを人にわかってもらわなくても、どこか目に見えないところにいる、お前の誠の父だけがわかっていてくださったなら、それでよいではないか。そうではないかね。寂しさは誰にだってあるのだよ。そうおっしゃってくれて、私はそれを聞いて、なぜだか声出して泣きたくなり、いいえ、私は天の父に分かっていただかなくても、また世間の者に知られなくても、ただあなたお一人さえお分かりになっていてくださったなら、それでもう良いのです。私はあなたを愛しています。他の弟子たちがどんなに深くあなたを愛していたって、それとは比べ物にならないほどに愛しています。誰よりも愛しています。ペテロやヤコブたちは、ただあなたについて歩いて何かいいこともあるかとそればかりを考えているのです。けれども私だけは知っています。あなたについて歩いたって何の得するところもないということを知っています。それでいながら、私はあなたから離れることができません。どうしたのでしょう。あなたがこの世にいなくなったら、私もすぐに死にます。生きていることができません。私にはいつでも一人でこっそり考えていることがあるんです。それは、あなたがくだらない弟子たち全部から離れて、また天の父の御教えとやらを説かれることもおよしになり、つつましい民の一人として、おかかのマリア様と私と、
それだけで静かに一生長く暮らしていくことであります。私の村にはまだ私の小さい家が残ってあります。年老いた父も母もおります。ずいぶん広い桃畑もあります。春、今頃は桃の花が咲いて見事であります。一生安楽にお暮らしできます。私がいつでもおそばについてご奉公申し上げたく思います。良い奥様をおもらいくださいまし。そう私が言ったら、あの人は薄くお笑いになり、ペテロやシモンは砂鳥だ。美しい桃の畑もない。ヤコブもヨハネも石品の砂鳥だ。あの人たちには、そんな一生安楽に暮らせるような土地が、どこにもないのだ。と、低く独り言のようにつぶやいて、また海辺を静かに歩き続けたのでしたが、後にも先にもあの人としんみりお話できたのは、その時一度だけで、あとは決して私に打ち解けてくださったことがなかった。私はあの人を愛している。あの人が死ねば私も一緒に死ぬのだ。あの人は誰のものでもない。私のものだ。あの人を他人に手渡すくらいなら、手渡す前に私はあの人を殺してあげる。父を捨て、母を捨て、生まれた土地を捨てて、私は今日まであの人について歩いてきたのだ。私は天国を信じない。神も信じない。あの人の復活も信じない。なんであの人がイスラエルの王なものか。バカな弟子どもは、あの人を神の御子だと信じていて、そうして神の国の福音とかいうものをあの人から伝え聞いては、浅ましくも禁忌弱薬している。己を他行する者は低うせられ、己を低うする者は他行せられると、あの人は約束なさったが、世の中そんなに甘く言ってたまるものか。あの人は嘘つきだ。言うこと言うこと、一から十まででたらめだ。私は点で信じていない。けれども私はあの人の美しさだけは信じている。あんな美しい人はこの世にいない。私はあの人の美しさを純粋に愛している。それだけだ。私は何の報酬も考えていない。あの人について歩いて、やがて天国が近づき、その時こそは、あっぱれ右大臣左大臣になってやろうなどと、そんなさもしい根性は持っていない。私はただ、あの人から離れたくないのだ。ただ、あの人のそばにいて、あの人の声を聞き、あの人の姿を眺めておれれば、それでよいのだ。そうして、できればあの人に説教などをよしてもらい、私とたった二人きりで一生長く生きていてもらいたいのだ。ああ、そうなったら、私はどんなに幸せだろう。私は今の、この現世の喜びだけを信じる。次の世の審判など、私は少しも恐れていない。あの人は、私のこの無報酬の、純粋の愛情をどうして受け取ってくださらぬのか。ああ、あの人を殺してください。旦那様、私はあの人の居所を知っております。ご案内申します。あの人は私を癒しめ憎悪しております。私は嫌われております。私はあの人や弟子たちのパンのお世話を申し、日々の気活から救ってあげているのに、どうして私をあんなに意地悪く軽蔑するのでしょう。お聞きください。6日前のことでした。あの人は、ベタニアのシモンの家で食事をなさっていたとき、あの村のマルタメの妹のマリアが、ナルドの香油をいっぱい満たしてある石膏の壺を抱えて、共演の部屋にこっそり入ってきて、
出し抜けにその油をあの人の頭にザブと注いで、身足まで濡らしてしまって。それでもその失礼を浴びるどころか、落ち着いてしゃがみ、マリア自身の髪の毛で、あの人の濡れた両足を丁寧に拭ってあげて。香油の匂いが部屋に立ちこもり、まことに異様な風景でありましたので、私はなんだか無性に腹が立ってきて、失礼なことをするなと、その妹娘に怒鳴ってやりました。これ、このようにお着物が濡れてしまったではないか。それに、こんな高価な油をぶちまけてしまって、もったいないとは思わないか。なんというお前はバカなやつだ。これだけの油だったら300デナリもするではないか。この油を売って300デナリ儲けてその金をば貧乏人に施してやったら、どんなに貧乏人が喜ぶか知れない。無駄なことをしては困るね。と私はさんざ叱ってやりました。するとあの人は私の方をきっと見て、この女を叱ってはいけない。この女の人は大変いいことをしてくれたのだ。貧しい人にお金を施すのは、お前たちにはこれから後々いくらでもできることではないか。私にはもう施しができなくなっているのだ。そのわけは言うまい。この女の人だけは知っている。この女が私の体に香油を注いだのは、私の弔いの備えをしてくれたのだ。お前たちも覚えておくがよい。全世界、どこの土地でも私の短い一生を言い伝えられるところには、必ずこの女の今日の仕草も記念として語り伝えられるであろう。そう言い結んだ時に、あの人の青白い頬は幾分、蒸気して赤くなっていました。私はあの人の言葉を信じません。例によって大げさなお芝居であると思い、平気で聞き流すことができましたが、それよりも、あの時あの人の声に、またあの人の瞳の色に、今までかつてなかったほどの異様なものが感じられ、私は瞬時戸惑いして、さらにあの人のかすかに赤らんだ頬と薄く涙に潤んでいる瞳とをつくづく見直し、はっと思い当たることがありました。ああ、忌まわしい。口に出すさえ無念至極のことであります。あの人は、こんな貧しい百姓女に恋、ではないが、まさか、そんなことは絶対にないのですが、でも、危うい。それに似た怪しい感情を抱いたのではないか。あの人ともあろうものが、あんな無知な百姓女風情に、そよとでも特殊な愛を感じたとあれば、それは何という失態。取り返しのできぬ大醜聞。私は人の恥辱となるような感情を嗅ぎ分けるのが、生まれつき巧みな男であります。自分でもそれを下品な嗅覚だと思い、嫌でありますが、ちらと一目見ただけで人の弱点を誤たず見届けてしまう鋭敏の才能を持っております。あの人がたとえ微弱にでも、あの無学の百姓女に特別の感情を動かしたということは、やっぱり間違いありません。私の目には狂いがないはずだ。確かにそうだ。ああ、我慢ならない。堪忍ならない。私は、あの人もこんな体たらくでは、もはやダメだと思いました。集大の極みだと思いました。あの人はこれまで、どんなに女に好かれても、いつでも美しく、水のように静かであった。いささかも取り乱すことがなかったのだ。焼きが回った。だらしがねえ。あの人だってまだ若いのだし、それは無理もないと言えるかもしれぬけれど、そんなら私だって同じ年だ。しかも、
あの人より二月遅く生まれているのだ。若さに変わりはないはずだ。それでも私はこらえている。あの人一人に心を捧げ、これまでどんな女にも心を動かしたことはないのだ。マルタの妹のマリアは、姉のマルタが骨組み頑丈で牛のように大きく、気性も荒く、ドタバタ立ち働くのだけが取り柄で、何の見どころもない百姓女ではありますが、あれは違って、骨も細く、皮膚は透き通るほどの青白さで、手足もふっくらして小さく、湖水のように深く澄んだ大きい目が、いつも夢見るように、うっとり遠くを眺めていて、あの村ではみんな不思議がっているほどの気高い娘でありました。私だって思っていたのだ。町へ出たとき、何か白絹でもこっそり買ってきてやろうと思っていたのだ。ああ、もうわからなくなりました。私は何を言っているのだ。そうだ、私は悔しいのです。何のわけだかわからない。地団駄踏むほど無念なのです。あの人が若いなら私だって若い。私は才能ある、家も畑もある立派な青年です。それでも私はあの人のために私の特権全部を捨ててきたのです。騙された。あの人は嘘つきだ。旦那様、あの人は私の女を取ったのだ。いや、違った。あの女が私からあの人を奪ったのだ。ああ、それも違う。私の言うことはみんなデタラメだ。一言も信じないでください。わからなくなりました。ごめんくださいまし。ついつい根も葉もないことを申しました。そんな浅はかな事実なぞ、微塵もないのです。醜いことを口走りました。だけれども、私は悔しいのです。胸をかきむしりたいほど悔しかったのです。何のわけだかわかりませぬ。ああ、ジェラシーというのは、なんてやりきれない悪徳だ。私がこんなに命を捨てるほどの思いであの人を慕い、今日まで付き従ってきたのに、私には一つの優しい言葉もくださらず、かえってあんな卑しい百姓女の身の上を、身頬を染めてまでかばっておやりになった。ああ、やっぱり、あの人はだらしがない。焼きが回った。もうあの人には見込みがない。ボンブだ。ただの人だ。死んだって惜しくはない。そう思ったら私は、不意と恐ろしいことを考えるようになりました。悪魔に見込まれたのかもしれませぬ。その時以来、あの人をいっそ私の手で殺してあげようと思いました。いずれは殺されるお方に違いない。またあの人だって無理に自分を殺させるように仕向けているみたいな様子がちらちら見える。私の手で殺してあげる。他人の手で殺させたくはない。あの人を殺して私も死ぬ。旦那様、泣いたりしてお恥ずかしゅう思います。はい、もう泣きませぬ。はい、はい、落ち着いて申し上げます。その明くる日、私たちはいよいよ憧れのエルサレムに向かい出発いたしました。大群衆、老いも若きもあの人の後に付き従い、やがてエルサレムの宮が間近になった頃、あの人は一匹の老いぼれたロバを道端で見つけて、微笑してそれに打ち乗り、これこそは、シオンの娘よ、恐るな。見よ、汝の王はロバの子に乗りて来たりたもう。と予言されてある通りの形なのだと、弟子たちに晴れがましい顔をして教えましたが、
私一人はなんだか浮かぬ気持ちでありました。なんという哀れな姿であったのでしょう。待ちに待った杉越の祭り、エルサレム宮に乗り込む、これがあのダビデの巫女の姿であったのか。あの人の一生の念願とした晴れの姿は、この老いぼれたロバにまたがりとぼとぼ進む哀れな警官であったのか。私にはもはや憐憫以外のものは感じられなくなりました。実に悲惨な愚かしい茶番狂言を見ているような気がして、ああ、もうこの人も落ち目だ。一日生き延びれば、生き延びただけ鮮やかな集体を晒すだけだ。花はしぼまぬうちこそ花である。美しい間に切らなければならぬ。あの人を一番愛しているのは私だ。どのように人から憎まれてもいい、一日も早くあの人を殺してあげなければならぬと、私はいよいよこの辛い決心を固めるだけでありました。群衆は刻一刻とその数を増し、あの人の通る道々に赤、青、黄、色とりどりの彼らの着物を放り投げ、あるいは白の枝を切ってその行く道に敷き詰めてあげて、観光にどよめき迎えるのでした。かつ前に行き、後に従い、右から左から、まつわりつくようにして、果ては大量のごとく、ロバとあの人を揺さぶり揺さぶり。ダビデの子にホサナ、褒むべきかな、主の皆によりて来たる者、意図高きところにて、ホサナ、と熱狂して、口々に歌うのでした。ペテロやヨハネやバルトロマイ、その他全部の弟子どもはバカなやつ、すでに天国を目の前に見たかのように、まるで凱旋の将軍に付き従っているかのように、有頂天の歓喜で互いに抱き合い、涙に濡れた接吻を交わし、一徹者のペテロなどヨハネを抱きかかえたまま、わーわー大声で嬉し泣きに泣き崩れていました。そのありさまを見ているうちに、さすがに私もこの弟子たちと一緒に艱難を犯して不況に歩いてきた、その人苦困窮の日々を思い出し、不覚にも目頭が熱くなってきました。かくしてあの人は宮に入り、ロバから降りて、何を思ったか縄を拾いこれを振り回し、宮の境内の両替する者の台やら、鳩売る者の腰掛けやらを打ち倒し、また売り物に出ている牛、羊をも、その縄の鞭でもって全部宮から追い出して、境内にいる大勢の商人たちに向かい、お前たち、皆出てうせろ。私の父の家を商いの家にしてはならぬ、と甲高い声で怒鳴るのでした。あの優しいお方がこんな酔っ払いのようなつまらぬ乱暴を働くとは、どうしても少し気が触れているとしか私には思われませんでした。傍らの人も皆驚いて、これはどうしたことですかとあの人に尋ねると、あの人の一気せき切って答えるには、お前たち、この宮を壊してしまえ、私は三日の間にまた立て直してあげるから、ということだったので、さすがに愚直の弟子たちも、あまりに無鉄砲なその言葉には信じかねて、ポカンとしてしまいました。けれども私は知っていました。所詮はあの人の幼い強がりに違いない。あの人の信仰とやらでもって、万事ならざるはなしという気概のほどを人々に見せたかったに違いないのです。それにしても、縄の鞭を振り上げて無力な商人を追い回したりなんかして、なんてまあ、ケチな強がりなんでしょう。あなたにできる精一杯の反抗はたったそれだけなのですか？
鳩売りの腰掛けを蹴散らすことだけなのですか？と私は便笑してお尋ねしてみたいとさえ思いました。もはやこの人はダメなのです。破れかぶれなのです。自重自愛を忘れてしまった。自分の力ではこの上もう何もできぬということをこの頃そろそろ知り始めた様子ゆえ、あまりボロの出ぬうちにわざと再市長に捕らえられ、この世からおさらばしたくなってきたのでありましょう。私はそれを思った時、はっきりあの人を諦めることができました。そうしてあんな気取り屋の坊ちゃんを、これまで一途に愛してきた私自身の愚かさをも容易に笑うことができました。やがてあの人は宮に集まる大軍の民を前にして、これまで述べた言葉のうちで一番ひどい無礼傲慢の暴言をめちゃくちゃにわめき散らしまくったのです。さよう、確かにやけくそです。私はその姿を薄汚くさえ思いました。殺されたがってうずうずしていやがる。災いなるかな、偽善なる学者パリサイ人よ。何時らは杯と皿との外を清くす。しかれどもうちは貪欲と芳醇とにて満つるなり。災いなるかな、偽善なる学者パリサイ人よ。何時らは白く塗りたる墓に似たり、外は美しく見ゆれども、うちは死人の骨と様々の汚れとに満つ。核のごとく何時らも外は正しく見ゆれども、うちは偽善と不法とにて満つるなり。蛇よ、マムシの末よ、何時ら以下でゲヘナの刑罰を避けんや。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、使わされたる人々を石にて打つ者よ。面取りのその雛を翼の下に集むるごとく、我何時の子らを集めんとせしこと。幾たびぞや、されど我らはこの混ざりき。バカなことです。奮発者だ。口真似するのさえ忌まわしい。大変なことを言うやつだ。あの人は狂ったのです。まだその他に、飢饉があるの、地震が起こるの、星は空より落ち、月は光を放たず、地に満つ人の死骸の周りに、それをついばむわしが集まるの、人はその時嘆き、はがみすることがあろうだの、実にとんでもない暴言を口から出まかせに言い放ったのです。なんという思慮のないことを言うのでしょう。思い上がりも甚だしい。バカだ。身の程知らぬ。いい気なものだ。もはやあの人の罪は免れぬ。必ず十字架。それに決まった。再市長や民の長老たちが大司祭カヤパの中庭にこっそり集って、あの人を殺すことを決議したとか。私はそれを昨日町の物売りから聞きました。もし群衆の目前であの人を捕らえたならば、あるいは群衆が暴動を起こすかもしれないから、あの人と弟子たちとだけのおるところを見つけて役所に知らせてくれた者には、銀三十を与えるということも耳にしました。